めました水間篤史選手でした。ありがとうございます。今のお気持ちは？いや嬉しいです、はい。まずいや第一関門突破したという感じですかね。そうですね、はい、もう最低限ここは突破するつもりで準備もしてきたので、はいはい、改めてあの足の仕上がり教えていただけますか？そうですね、あのもうトップの方はどんぐらい出てるかはちょっとわからないですけど、自分のも、はい、その次ぐらいには行ってると思ってます、はい、具体的にあのどこがいいとかそういう感じで？いやもう全部のバランスがいいですし、コースによって、はい、足は出足型にもなるし伸び型にもなってくれるので、はい、すごく調整もしやすいです。でも納得いく仕上がりと考えてよろしいですか？そうですね、まあ欲を言うなら、うん、もう少し、はい、伸びて出足もよくできるように、はい、なんとかまあ明日までにしたいと思ってます。あとあの水間選手といえばアウトからあのすごい、はい、豪快なレースというイメージあるんですけど、はい、セールスポイントは一番の、いやもう、はい、いやスタート行ってもうまくっていくことを常に、まあ、まくるという先に自分が攻めることを常に考えてます、はいはい、明日もじゃあそのレースを見せていただける？はい、もうしたいと思ってます。はい、あとあの水間選手のお師匠さんは佐藤選手とお聞きしたんですけど。はい、そうです、佐藤実さんにデビューしてからずっとお世話になってます。あのコースで入ってるんだってからいろいろアドバイスはもらってますか？そうですね、あのまだ早いって言われてるんですけど、はい、あのまあ、あの勉強したいということで自分がお願いして、自分からお願いして、はい、今はまだ勉強の段階です、はい、じゃあの師匠にもいいレースを見せられるように。はい、そうですね、もう思い切ったレースができるように、はい、あの頑張りたいです。ファンの方に一言お願いします。はい、明日しっかり、エンジンも仕上げて、スタート行ってしっかり優勝戦乗りたいと思ってます。ぜひ、外からでも応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。まあ、あと17に上がる可能性あるけど、今ので18番目に入ったんで。あ、本当ですか、うん、よかったです。福岡池永福士選手です、よろしくお願いします。お願いします。予選4日目見事の連勝で、ジャンプアップ、準優へ、ね、飛び込んできましたけども、率直な感想を今。そうですね、もう本当に一番追い込まれた状態だったんで、もう本当嬉しいです。はい、レースの方もね、徐々にこう足が上ずんできたかなっていう印象なんですけども、実際のところ自分で乗ってて足の仕上がり具合どうですか？そうですね、前件に比べるとだいぶやっぱ良くはなってるんですけど、まだまだ上積みは欲しいです。やっぱりまだ上位の人に比べるとちょっと見劣る部分みたいのは。そうですね、段回りがちょっとあんまり思わしないんで、まあ、外枠だったらちょっと段回り来ないとちょっときついんで、どうにか考えて調整しようと思います。先までにじゃあ調整をしてってことですよね。そうですね、はい、王座はこれで2度目でしたよね。はい、で準優は去年はそうです、乗れずにいたんでね、はい、まあ、リベンジというか今年ねさらに成長した証を見せたと思うんですけども、はい、準優に向けてこう一言ありますか？なんかいや、もう乗れたからにはもう優勝戦を目指す権利はあるんで精一杯戦うだけです。ね、前節のライジングスター決定戦では優勝されて、惜しい、ね、レースになったんですけども、そういうやっぱ走ってたこう感覚で今回もやれてます？そうですね、その感覚は残ってるんでそれに目指したいんですけど、はい、まだそこまでは行ってないんで、エンジン的な部分で、はい、気持ちはそれ以上にはなってるんですけどね、はい、なんかあの噂によると結構池原選手はこうね、ビッグマウスっていうか大きいこと言って自分を盛り上げていくタイプっていう風に聞いてるんですけど、最後にそういうなんか思い切ったこうコメントでファンの方にメッセージを一言お願いします。はい、今日勝負だけ持ってると思ったんで明日も持ってるところを見せたいと思います。宮永太志選手でした、ありがとうございました。ありがとうございました。